はい、こちらとなっております。ふんふん、はい、聞いた聞いた。それでは皆さん話し合い5分間どうぞ。はい、みんなは好き。無難すぎるよ。え、これしてみんなは毎日飲んでたりするの？あのね、たまに。あんまり、たまに飲みたくなることはある。たまに。同じく同じく同じく。飲むんだ。え？うん。うん。まあ、たまに、たまにね。うん。ルシアは？飲んでる。たまに。たまにでしょ？うん。うんうん。みんなが。なんでその話。え、いいの飲む？どうやって広げればいいか分かんないと思うんだけど。分かる分かる。なんかこの飲みたい時に飲む。まあそうだよね。あ、だから飲んだ方が良くないこれだって。え、なんで？これ絶対。え、なんで？ルシアもな。うん。そうだね。ルシアは毎日飲んだ方がいいよ。やめろやめろ。そうだね。あ、確かに毎日ルシア飲んだ方がいいね。飲んでるよ毎日朝起きた後に。あれたまにじゃなかったの？たまにじゃ飲んでるよ毎日。美味しいよ。ちょっとやめてこの空気。何本当に。何これ、やばいやばいやばいって。うそ。え、でも団長ペコラ好きだと思ってたし、好きって言ってた。好きだと思ってたよ。好きって。え、てか、今飲んでるとこを見たことあるまである。めっちゃある。え、そう。飲んでるところ見たことあるんだ。あーね。あるんだ。あるんだ。はい、皆さん、お時間ですよ。ペコラは、じゃあ何だったかを、みんな何だと思う、ペコラ。え、なんだろう、青汁かなって思う。え、あ、違う、私のが違うんだったらそっちかなって思う。なるほど、じゃあまずペコラに答えてもらおうかな、多数派が何だったか。うん、そう、何か分からんか。うん、少数派なんですよ、はい、ペコラちゃんは。一緒だよね、母乳です。母乳